赤松義則は、室町時代前期の守護大名。赤松の利すの嫡男で、赤松光助の父。赤松の利すの子として生まれる。家督相続前から将軍、足利義満に仕えて活動しており、大安4年8月27日に、岩清水、八幡宮の造営奉行に任命された。王安四年十一月十九日、父、のりの死により、家督を継ぐ。 吉光より変記を受けて吉シと名乗る。英和5年2月29日、吉光の命令を受けて、時より安を攻撃し、その功績で同年に、侍所別島に任命された。攻略2年には、弥勒寺本堂を再建している。元中3年、首都区3年9月、叔父の宇じノが、南朝方として、摂津にて挙兵すると、 義しは幕名によりその討伐に従っている。宇治のが自害した後、義しはその意外を引き取って清水寺に葬った。元中五年、家境二年、侍所の諸子に認じられ史史家の一つになり、幕政に参与する。明徳二年の明徳の乱では、弟の三つのと共に、幕府軍の一翼を担い、山名宇治紀を討伐で、大いに武功を挙げた。これにより、 翌年、将軍、足利義満から、三名義理領であった、三間家国を与えられた。また戦死した三つの功績に対して、摂津中島軍も与えられている。義則の第二、赤松氏は、張馬国、備前国、そして、三間家を領する有力守護大名に発展した。欧永二年六月に、義満が出家したのに伴い、義則も出家したという。 また拡大した両国の支配体制の整備に努めた。欧米六年十一月の欧米の乱では、京国公選らと共に、堺の大内義弘を攻めて、武功を挙げた。欧米九年二月十七日に、侍ど別党を辞任しているが、六年後の十二月に再任した。義光の没後は、後継者の義持に仕えて、幕府宿老として、重きをなし、義持も、 欧永20年2月16日や欧米22年3月26日など確認できるだけで4回も赤松屋敷に渡御している。欧米34年9月21日、70歳で死去。あと、着難の三助が継いだ。ちなみに吉典は体が極端に小さかったため出家後は赤松三尺入道と称された。後継の三助も三尺入道と呼ばれている。 ありがとうございます。